申し訳ございませんでした。まったく、君はずっとうちで働いているのに資料の一つもまともに作れないのか。すいません。いいか、何事も確認が大事なんだ。はい、確認不足でした。今夜は夜通し作業して明日の朝までに作り直しなさい。え、いや、すいません、今夜は予定がありまして。仕事ができないやつにプライベートなんてない。いや、でもあの母親に早く帰るように言われてるんですよね。そんなの無視しろ。ったく、親の顔が見てみたいよ。いいから残業するんだ、残業を。まあ、職場最悪、早く家帰りたいな。え、キュート、紹介するわね。前お話はしたと思うけど、新しいお父さんのケンさんです。ああ、はい、よろしくね、ゆうとくん。よろしくお願いします。そしてその息子さんのたかしくんです。よろしく。え、何そんなびっくりして。え、もう一回やって。え、どういうことこれ。息子のたかしさん。息子？息子ってこと。え、つまり今日からあなたのお兄ちゃんです。部長が。よろしくね。よろしくじゃなくて、なんでうちの部長がいいの。え、部長が兄になるってこと。いや、二人はたまたま同じ職場なんだろう。これは運命だな。そうなんだよ、運命だよね。というわけで今日から家族としてよろしくね。部長と家族ってこと。ほら、部長じゃなくてたかしくんでしょ。たかし兄ちゃんでもいいぞ。あ、言わない、言わないです。それとマンションの改修が遅れてる関係でね、二人にはしばらくうちに住んでもらうから、四人で仲良く暮らしましょうね。え、一緒に住むの。え、マジで楽しみだな。この年になって新しい弟ができるとは。なんで部長は嫌じゃないんですか。ずっとスッと受け入れてるけど。兄ちゃんって呼ぶのはまだ恥ずかしいか。あ、完全に受け入れてる。なんで。今週末どうだ、釣りでも一緒に行くか。いや、めちゃくちゃ兄感出してくる。あ、いや、そしたらたかしのやつさ、びっくりしてしょんべん漏らしちゃって。お父さんいいって、もうその話は。ゆうともね、よくおねしょしてたんですよ。ゆうと、そしたら今日の酒もほどほどにしないとな。気まずい。なんで部長がうちにいんの。ちょっと待って、この枝豆甘すぎないか。ゆうとが作った枝豆、確かに。あ、大変、あの、失礼しました。あれだ、あの、多分塩と砂糖、あの、しっかり確認しなかったんで、それ多分逆になって、あの、はい、入れちゃってたかもしれないです。え、確認をしなかった。あ、すいません、すいません、あの、料理の一つもまとめできなくて確認不足でした。作り直します。甘いの好きだから嬉しい。え、意外と甘い枝豆もいけるぞ。発明だな、ゆうと。優しい。え、なんで。家族だから。え、新しい家族になったから優しくしてくれてるってこと。これを魚にもう一杯飲むか。あー、でも無理はするなよ。ノンアルでもいいぞ。あ、ありがとうございます。はい、乾杯。乾杯。こうして部長との共同生活が始まった。次の日。資料ができていないだと。え、怒られてる。夜通し作業して朝に間に合わせろって言ったよな。いや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 、え、昨日一緒に飲んでたじゃないですか。飲んでただと。仕事があるのに酒飲むってどういう神経してるんだ。いや、あなたが誘ってきましたよね。え、たかし兄ちゃんが誘ってきたの。上司に向かって。なんだその呼び方は。え、どういうこと。え、昨日あんな仲良く酒飲んでたのに。資料作ってなかった罰として別件のプレゼン資料もお前が作れ。え、何この人、やっぱ嫌いだわ。その日の夜。ああ、ただいま。帰ってきたか。あ、やっぱりいるんだ。あ、部長、あの、今日のあれは、あの、おかえり、ゆうと。ビール冷やしておいたから一緒に飲もうぜ。怖っ。 え、家でめっちゃ優しい。怖っ、何これ。え、さっきまで会社でキレてたよね俺に。パワープロでもどうだ。めっちゃ兄貴じゃん。おいおい、何ぼーっとしてんだ、ゆうと。あ、お前の好きなプロ野球チップスも買っといたから食べていいぞ。あ、こっそり好物まで把握してくれてる。すごいいい兄貴だ。え、会社と家でオンオフはっきりしすぎてて怖いな。よし、今日は朝までパワープロしまくるぞ。あー、でも、あの、朝までに作らないといけない資料があるから。朝までに作らないといけない資料か。まあでも、うちの会社ほら、ゲーム事業も最近始めただろ。だから朝までゲームして怒るやつなんていないんじゃないか。いや、そんなこと言ってまた会社で怒られるような気も。まあそうだよな、やっぱ兄ちゃんとパワープロやりたくないよな。俺はすごくやりたかったけどな。でもユウトがやりたくないなら全然。あ、いや、え、やりましょう、やりましょう、やりましょうよ。よし、やろうぜ、やろうぜ、朝までパワープロだい。次の日。朝までゲームして資料作れてないってどういうことだ。騙された。しっかり怒られてる。なんで。舐めてんのか。いや、うち会社だからゲームやることも仕事のうちかなって。あの、ほら、あんたが昨日。何を言ってんだ。どういうこと。バカみたいなこと言ってんじゃないよ。バカみたいなこと言ってたんだ。やっぱバカみたいなことだったんだ、あれ。怖いよ、もう。翌朝。でもお前最近働きすぎじゃないか。
忘年会で当たって日帰り温泉のチケットがあるから今日は会社休んで行ってこい。いや大丈夫です、あの今日は大事なプレゼンがあるんで。いいから温泉旅行行ってこいって。いやもう大丈夫ですよ。いや行ってこいって大丈夫だから、本当に大丈夫なんで。はい、大丈夫です。俺が行ってこいって言ったから大丈夫だ。いやもうありがとうございます、気持ちだけでありがとうございます、大丈夫です。本当に大丈夫だって、これは兄として弟にしっかり休めってことだからさ。本当ですね、本当に。これ俺の目を見ろな。わかりました、行ってきますよ。ありがとうございます、行ってきます。3時間後。あ、もしもし、ゆうと。もしもし。何仕事サボって温泉旅館行ってんだ。やっぱそうなんだ。え、どういうこと思う、これ怖いんだけど。無断欠勤して温泉旅行とはいい根性してるな、お前クビになりたいのか。いや、あの何回も言ってるけど、高橋兄ちゃんが行ってこいって言ったから俺行ってんのよ。部長だぞ俺は、どういうつもりだ。あー、めんどくさい。あー、すいません。はい、戻って仕事します、すいません。あ、明日の朝までに死んでも終わらせろ。その日の夜。あー、朝までに終わらせないと。言うと大変そうだな。いやもういいよ、その優しく来る感じ。もういいからほっといて。この資料を、あー、いや一回休むか。おい立花、ぼーっとしてないで手を動かせてよ。1ページ作るのに何分かかってんだ。え、怒られた、なんで。今家だよな。あれ、家だと優しい兄なんじゃなかったっけ。冷蔵庫にエナドリあるから飲んでいいぞ。あれ、今度は優しい方だ。ボケっとしないでさっさとやれよ、手を動かせ。え、どっち。え、なんで。あれ、あ、俺が家なのに仕事してるから。あ、それで兄と上司どっちも出ちゃってるってこと。ぼーっとしてないで、肩の力抜いて休憩して。あ、どっちだ、混ざってる、意味わかんない。何今の、上司と兄貴ごちゃごちゃになってる。パープロの資料はどうした。パープロの資料ってなんだ。お前は全く仕事ができないやつだな、死ぬ気で働け。このプロジェクトを成功させたら一緒にゲームセンターでメタルゲームをするんだ。混ざってるよ。お兄ちゃんと一緒に楽しもうよ。頭おかしくなりそう、メタルゲームの話をすごい上司の口調でしてるけど。でも死ぬ気で働け。お前みたいなポンコツはキーボードから手を離すな。お前全く仕事ができない、もっと緊張感を持って仕事をしろ。いいか、家でも仕事をするんだ、お前は一生仕事だ、社会の歯車として生きろ。あ、上司だ、今上司だ、完全に上司になってる。次の日。おい、ゆうと、頑張ってるな。優しい兄だ、逆になった、こっちが優しくなった。早く仕事終わらして、マックに昼飯買いに行こうぜ。あー、職場最高、家帰りたくない。